それビーガンのお料理いきます。昨年の11月からスタートしているビーガンのお料理います。例えば野菜も決まってますけど、お写真撮られてますけれども、季節によって、その旬に合わせたお野菜を取り入れたりですね。もちろんトマトスパゲッティもこちらもちろんビーガンで、仕上げてますけども、通常のね、パスタをご注文されるお客様も十分満足していただけるようなテストになっています。よく一般的にビーガンというと、大豆ミート、使ったお料理使って料理を構成されているのを多く目にすると思いますけども、その中でも大豆ミートはこちらのみで、その他はもうそれ以外にお野菜を中心として楽しんでいただけるようなレシピ作りになってます。植物性のもの、植物由来のものに限ってですね、レシピを構成して作ってございます。当然調理場内ではお肉お魚調理してますけども、こちらに関しては一切動物性のものは使用していないと。国際的ベストホテル目指そうという大きく掲げているのもございますし、数多くの外国のお客様、もちろん日本人のお客様もそうなんですけども、いろいろなお客様のご要望、多様なお客様の要望に応えられるように、動物性のものを一切使わないお料理というのもラインナップさせました。実は一番難しいところでして、我々西洋料理ですとかフランス料理多様にバター、クリームを使って構成されているところのこう対極にあるようなお料理なんですよね。動物性のものを一切使ってませんので。ですけどそれを、テクニックであったりとか、植物性のものからこう味をぎゅっと凝縮させて、旨味を構成している。お豆、お野菜ですね、ナッツ類なんかも旨味を構成する一つかなと思います。
私はですね、このいろいろトマトのオリエンタルカレー、ここ書いてないですけど杉本が考えましてですね、完全植物性のトマトを使ったカレーです。動物性のものに比べるとしっかりとした満足感がないかなっていうふうに思われがちですけども、まあ、しっかり、お野菜食べていただいて量もご賞味いただいて満足いただけるんじゃないかなと思います。動物性のものを、まあ、通常日常的にこう摂取をして、まあ、ちょっと体をケアするとか、ちょっと休ませたいなとか、私は全然ビーガンではないけども少しこう体のことを思って、まあ、休憩入れたいなっていう時に、まあ、こういったお料理にトライされるのもすごいいいかなと。もちろん動物性使ってないんですけども、内容はですねミネストローネのようなテイストになっていて、中にはパスタとかトマト、グリーンを構成しているのはほうれん草、ブロッコリーってのが入ってますね。
Thank you.
すいませんね、なんか心配かけて。ね、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。途中からビーガンメニューをすっかり忘れてしまうほど、どれも美味しく目から鱗、しかも翌日の体の軽さにびっくりしました。ちゃんと食べて体がリセットされるっていいですよね。自分の体と向き合うきっかけにもなりました。とにかく美味しくてびっくりするので、機会があったら帝国ホテル東京パークダイナーさん行かれてみてください。ちなみに以前パークダイナーさんでいただいた朝食の動画もありますので、よかったらご覧になってください。リンクは概要欄に貼っておきます。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次のご飯でお会いしましょう。バーイ。